内閣府特命担当大臣は日本の国務大臣。内閣府特命担当大臣の一つである。日本の内閣府におかれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として防災行政を所管する国務大臣である。具体的には災害予防、災害応急対策、災害復旧、災害からの復興などに関わる政策を所管する。内閣府において 防災行政を所管する組織としては、内閣府政策統括官配下の組織と重要政策に関する会議である、中央防災会議などが挙げられる。内閣府特命担当大臣は、これらの組織を担当する。内閣府特命担当大臣のうち、沖縄及び北方対策担当、金融担当、消費者及び食品安全担当の3大臣は、内閣府設置法により、 筆致とされている。それに対して、他の内閣府特命担当大臣は、筆致とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、政権により増減や変動があり、その役職名は、必ずしも一致しない。しかし、2001年に、特命担当大臣の制度が導入されて、以降、歴代政権は一貫して、防災行政を担当する。 特命担当大臣を設置している。また、この内閣府特命担当大臣に就任した者は、災害対策基本法に基づき、内閣府中央防災会議の委員に就任する。内閣府中央防災会議の会長は、内閣総理大臣であるが、内閣府特命担当大臣も自らの所管事務について、内閣府中央防災会議に諮問することができる。この場合、 内閣府中央防災会議は内閣府特命担当大臣に対して答申するが、答申時にその職が未設置なら内閣総理大臣に対して答申する。2007年3月25日、内閣府特命担当大臣を団長とする政府調査団を乗せ、野戸半島地震の被災地へ向かう陸上自衛隊のヘリコプター中央省庁等改革基本法に基づく、 中央省庁再編により2001年1月6日に内閣府が設置された。それに伴い国土庁防災局などが所管していた防災行政は内閣府に移管されることになった。また同時に特命担当大臣の制度が設けられた。同日付で第二次森改造内閣が発足し危機管理担当大臣として入閣していた衆議院議員の伊吹文明が 防災担当大臣に任命された。以降、防災行政を担当する特命担当大臣として、防災担当大臣の職が継続して設置された。2003年9月22日に発足した第1次、小泉第2次改造内閣では、内閣府特命担当大臣と、故障が変更され、衆議院議員の井上貴一が任命された。それ以来、 内閣府特命担当大臣の職が継続して設置されている。任命、補職は3段階で行われており、まず国務大臣に任命するとの歓喜が出され、ついで当該の国務大臣に対して内閣府特命担当大臣を命ずるとの事例が出され、さらに当該の内閣府特命担当大臣に対して防災を担当させると命ずられる。これらの事例は、 官報に掲載されるため、その記載に基づき、内閣府特命担当大臣と表記される。また、かつて2001年1月から2003年9月までは、防災担当大臣と呼称されていた。なお、災害対策基本法では、内閣府設置法第9条第1項に規定する、特命担当大臣のうち、同項の規定により命を受けて、同法第4条第1項第7号または、 第8号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する道場第3項に規定する事務を勝利するものと表現しているがあまりにも長文のため以下防災担当大臣というと略して表記されている新聞などの報道では簡略化して防災担当大臣防災担当省防災大臣防災省と表記されることも多い英語での故障については ミニスターオブステートフォーディザスターマネージメント、とされている。ありがとうございます。